建造当初のダニエル・ウェブスターダニエル・ウェブスターはアメリカ海軍の原子力潜水艦ラファイエット級原子力潜水艦の9番艦艦名はダニエル・ウェブスターにちなむダニエル・ウェブスターの建造は1961年2月3日にコネチカット州クロトンのジェネラルダイナミクスエレクトリックボート社に発注され1961年12月28日に寄港した 1963年4月27日に、ダブル・オズボーン・グッドリッチ・ジュニア夫人によって浸水し、1964年4月9日に、ブルーハン艦長マービン・エス・ブレア中佐及び、ゴールドハンカンロイド・エス・スミス中佐の指揮下、収益した。ダニエル・ウェブスターは、当初監視情報に、水平蛇を装備した、得意な形状で建造された。 この配置は流体抵抗を弱める目的で行われたが逆に抵抗を増加させ速度の低下につながった。この監視水平ヘビは最初のオーバーホールの際に取り外され標準的な水平ヘビが装着された。ダニエル・ウェブスターは1990年8月30日に退役し同日除籍された。その後チャールストン海軍交渉で軽流訓練艦に 艦種変更され、船体番号は、MTS-626 に変更された。ダニエル・ウェブスターは、サウスカロライナ州チャールストンの海軍、原子力訓練部隊の一艦として経流される。ありがとうございます。